どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回はしらす水産で新キャラ村雨とカタカタメサクセスやっていきたいと思います。ぜひこんな感じです。はい、というわけで最近ずっとしらす水産でカタカタメに挑戦してみたいと言っていたので、今回ねこの新キャラの村雨とともに挑戦していきたいと思います。はい、この村雨が固有ボーナスを持ったカタキャラとして登場してきたので、またこれでカタデッキっていうのが一つ強くなったかなと思います。はい、技術ボーナス持っていますね。今回はしらすなのであんま守備骨は関係ないですが、まあここも登場との兼ね合わせで注目し上げてもいいかなと思っております。はい、で今回はですねこんなデッキで村雨、激闘友沢、金倉で技術を稼ぐと、そして岩井、キャストオフ内藤で筋力を稼ぐ、そしてキャストオフ内藤は敏将ボーナスも持っているので、またまたね、ポイントバランス良くなるんじゃないかなと思っておりますので頑張っていきましょう。はい、ちょっと総合へ行くかどうかが不安なデッキではありますね。はい、で肩って基本的にはこんな感じで筋力がちょっと稼げるところはあるので、うん、で敏将はあまり稼ぎすぎてもというところを考えると、今回ぐらい、もしくはまあ、金倉の枠が筋力ボーナス持ちの固有とかになると、まあ、よりいいっていう感じですかね。はい、なんか他にいなかったんですよね、連れてきたいキャラクターが、というところでこんな感じでいきたいと思います。というのもですね、この新キャラの、村雨くんなんですが、金徳がアイコンタクトというわけで、まあ査定だけ考えるなら別に何の問題もないんですが、ですね、一応例えばつくもとかと一緒に使うと、まあ金徳絶対1個はね、あの実能力的には何の意味のないものが来てしまうと。はい、あ、守備骨、これコツ1って実は悪くないですよ。はい、高速レーザーアイコンタクト、うん、っていう選手はちょっと気持ち悪いんで、まあ最近押していたつくもは抜けております。はい、というわけで頑張ってやっていきましょう。ナギがいない。さあ一応後4なので彼女しっかり追いたいんですよね。で無限指導のキャラクターがいないこの盆栽サクセスはなかなか総合 A が厳しい気がしますが、まあそこはもう初めから分かっているのでしゃあないという感じでいきたいと思います。はい、ただもちろんこのデッキというか、まあ、まあやっぱり現状でじゃあこの天才サクセスとかをこのデッキで燃やそうと思うかと言われるとそうは思わないんですが、まあ本当に肩キャラが増えてきた時ですよね。はい、でメインが投手のダブル得意練習で肩のキャラクターとかが来れば、まあよりしらすではいいかなというところでございます。はい、さあ行きましょう。レーザービームなんかイベント途中でコツくれるみたいなのをさっき読んだ気がする。うん、まあでも本当に肩もね固有持ち増えてくると思うんで、ただ一番来てほしいのは正直あれなんですよね、筋力ボーナスを固有とかでもさらに持った、まあ、特に筋力を供給してくれる固有が今全体バランスを見ると一番欲しいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、あと選手兼彼女ですね。はい、この辺が肩キャラで出てくれば相当未来は明るいと思いますね、肩デッキの。はい、なかなか指導できないな。まあこれはちょっと盆栽なので我慢するしかない。練習後イベントが全然来ないですね。まあ早く評価上げましょうか。ちょっとしらすはですねこのコツイベントの後に評価が上がらないので、他の高校と比べると評価が上がりにくいっていうところは辛いところですよね。いけい。よし、ナイス。てかこれあれっすね、一回も指導やってないですけど、もともとのメンツが結構
初期能力高いっていうのがあるのか、友沢とか野手で使っちゃうとそうなるんですよね。まあ、今回の村雨はミートパワーめっちゃ低いんで、そこ来てくんないかな。村雨ミートはじめ F とかだぞ、こいつめっちゃ弱いんですよね。はい、だからそれがさらに下がってると考えると、ちょっとここまで指導が来てないのは運が悪いですね。で、精神を鍛えようと。ただ岩井次あれかな、体当たり狙う方がいいんじゃないか。ここは来いよ。あー、そっちじゃないんだよね。まあここいいやつ狙いに行くっていうのもあるか。うん、だったらまあもうちょっと早く来てほしいっていうのもあるけどな。はい、これあれか、村雨の共通イベントか。いい経験点ですね。めっちゃ経験点いいじゃん。よしよしよし。シングルタックであればそっちでもいいかなと思ったんですけど、いや、友沢は阿部人パワーしかくれないっていうのを考えると、言っておく価値はあるかな。 OKOK。 はい、村雨の金徳イベントでございます。まあ今回はこうやってシラスで肩固めに初挑戦するっていうのと、まあこのキャラクターのイベントを一通り見ていきたいというところですね。はい、先ほどのが共通イベント、まあまあの経験点というところでございました。で、これは一番上だけ金徳イベントが切れて、真ん中下は続いていきますと。まあ経験点も下の方が良くて、下だとチャンスメーカーのコツが来るので下でいきます。ただ体力がちょっと減るというところか。まあでもチャンメのコツはでっかいですね。はい、チャンスメーカーのコツはでかい。まああと4は問題ないんですけどね。まあ一応告白読んどきます。ナギ入れてのあと4は何もイベント数的には問題ないんですが、はい、やばい、まだ指導ができていないっていう。11月4週までノー指導はやばいでしょ。ちょっと登場場所が悪すぎますね。能力低いところに来てくれれば全然いけるのにというところではあります。はい、よし、ということでこっから巻き返していこう。で、ちょっとそうですね、あんまり抑えすぎは良くないというのはあるんで、我慢していくか。ちょっとこれは我慢するべきだな、指導回数的に。まあただタックで一気に経験点取ってまた指導を増やしていくっていうのができるデッキなんでね。ナイスパワーヒー。さあ一応ナギのパワーヒーのあれを待ちたいですね。はい、でこんなコンボもありますと。金倉と初めて見るな、このコンボ。あんまり強くない、もしかして。いや結構強いか。下は回復が美味しいっていう感じで、経験点が美味しいのは真ん中。ただゲッツー崩しコツ、下だと流し打ち、上だと粘り打ちがそれぞれコツ1。でもまあ経験点うんぬんっていうまで考えると、いやちゃうか。これいろいろ考えた結果下にします。あのナギの評価も結構上がるみたいなんで、ちょっと今ナギの評価も怖いんで、回復はそんなに美味しい場面ではないですが、あとはコツがここが一番いいですね。流し打ち OK、 経験点はあんまりだな。肩67は無理よ、まだ。いや意外といける。うわ、いけた。まあ今回肩固めするんで、どっちみち肩はいっぱいいくと思うんで上げとこうかな。はい、うわ、選択肢を最初も3つありましたね。これ4つもあるぞ。でどれも切れないのか。ほう、上からいぶし銀、レーザービーム、対エースがそれぞれコツ1。いぶし銀かな。で今日は日が悪いだと体力がいっぱい回復する。これ結構いいっすね、そう考えると。いぶし銀かな、この中だと。
ちょ、待って。今日は日が悪い以外を選択した場合、あ、違うわ、これ2回で終わるんだ。なるほどね。2回目で今日は日が悪いは選んだら切れると、実質ね。はい。で、それ以外を選択するとさらにこうやって金徳イベントが走ってくれて、金徳が来ると。守備が高いほど成功確率アップ。まあ金徳はこうやって確定なんですが、今のは失敗ですね。成功すればなんと守備職人のコツ3、アイコンタクトのコツは1で、この経験点が倍に上がるみたいです。まあちょっと今回は走るのが早すぎましたね。まあでも一応金徳は確定ですよと。この祝いなんかはね、固有もついてないくせにあれですよ、金徳は確定じゃないんですよ。なに？やっちまったな。やっていきましょう。パワーヒはいっぱい来るな。なんかこれ体当たりでもいいけど、こめえな。ちょっと指導やらせてくれよ、ここから。さあクリスマス成功しろ。よし。まあまあ肩は上げておいて正解だったかもしんないですね。これ肩のタック&指導をいっぱい踏んでいきたいっていうのはあるんで。さあ、まあこういうことですね。もう本当に肩に固める理由はこれで、まあタックで経験点伸ばしつつ、まあ指導も絡んでくれば最高ですよね。お、大吉か。37で微妙に守備コツが来ている。よし、こっから行こう。パーヒも来たらもったいないんで取りましょうか。はい。で、さすがに悪球ぐらいは潰そう。悪球ヘッスラ体当たり、ゲッツーはちょっと重い気も、いや取るか、さすがにっていうところ取りましょうか。よしよし、 OK だ。ちょっと指導を増やしていこう。まあまあでもここはね、天才使えば、やっぱり天才なんで使うかっていうところだと思うんでね。はい、それすれば絶対に増えますよと、回数はというところで、そこはまあいいです。今回はまあとにかくいろいろな可能性を探りつつね、やっていくのが一番大切かなと思っております。はい。内藤さんの顔が見たいからの、まあ、経験点いいところにしましょうか。てか上はないか、やる気も落ちるし、上っていうのは積極投球取りたい場合以外はないですね。45いけるんじゃないか。でも打撃踏んでいくのがいいですね。そう、このデッキはですね、みんな打撃能力はそんな高くないはずなんですよ。だから今打撃がまだ F だったと思うんですけど、その辺で序盤特にミーと筋力でね、指導ができるといいんですけどね。でここに来て渋いとデート。で金倉もね、昔はかなり肩の中だと外せない感じではあったんですが、まあ固有を持っていない&激闘友沢が出てきたというところで、今はそうでもないですよね。はい、実際あれミート依存ですよね、確か。これパワー依存か。ちょっと早いな、今回イベントが走るのが、なんか全体的に。
全体的になんか早いですね。ちょっと片キャラ本当に異常に金徳成功失敗判定がある人が多いんですよね。ほら、ムラサメとかね、ミート筋力がいけるんで、そこをどんどん序盤指導したいところではあった。1月4週であれば抑えます。まあ本当は取りたくないんですけど、この間みたいに3回来てももう仕方ないですしね。成功、ナイス。まあでも今絶好調なんで、少なくともこの試合が終わった後に取った方がいいですね。ちっちゃいことではありますが、それ気にしろ気にしろ、やっていきましょう。おいおい、大炎上。エンゼルフレンチか、違う、やっていきましょう、やっていきましょう。うん、いい経験だよ。指導回数めっちゃ少ないの、めっちゃいい経験点じゃん。これがやっぱ肩デッキですね。はい、いやー本当にメイン投手の肩キャラ、友沢がまあメイン投手になればいいんですけど、簡単な話、60はさすがに厳しいか、いくらなんでも。いや、いけんのか、じゃあいっとこう、いきましょう。行きましょう、行っちゃいましょう。うん、肩固めやるときのこのいいやつっていうのは一ついいかもしれないですね、本当に。いや、長尻欲しいな。でもやる気がやばいなっていう。ここって上がって1段階だよな、どう考えても。成功しても失敗だしよ、失敗だしよ。これ彼女いろ、一回遊ぼう。これはさすがに、よーし、絶好調まで来た。うん、まあ69もちろん行くべきでしょう。はい、で練習レベル1。あー、そうだ、まあまあまあ、それはしゃあないんですけど、この高校はあれですからねっていう。練習レベルはずっと1のままなんですけど、まあそれでもやっぱり固めるのがいいっていうのはもう間違いない話で。ありますね。ただ最近はやっぱりその大谷とルシファーがもう筋力で固まっているっていう、素晴らしい、ナイスダック、それはありますよね。はい、ということでやっぱ金倉の代わりに筋力ボーナス持ってるキャラクターぐらいが一番ポイントバランス的には整うでしょう、おそらく。うわー失敗。うーで、ま、待って待って、これ成功失敗判定ある人しかいないじゃん。むしろ村サミのみじゃないか、金徳が。まあ成功失敗判定あるにしても確定なのが、そもそも村サメだけじゃないか。おい、これが肩デッキの辛いところですね。岩井幸吉もまあ今成功してくれましたが、成功失敗判定あります。キャストオフもあります。金倉もあります。やっぱつくも有能じゃないか、やっぱり。わお、やっぱりつくも有能じゃねえか、そうやって考えると。あ、もうこれは通院しろと言われているな。クモめっちゃいいじゃん。回復イベントめっちゃあって、イベント経験点よくて、金徳確定で金徳の骸骨までくれる。よかった、これは成功した。じゃあまあ実質金徳が来なかったのは友沢のみという形ですかね。友沢頼むよ。てか友沢の野手の金徳の成功確率が個人的にはありますが相当低いと感じていてですね。いや絶対低いよ、めっちゃ低いと思う、本当に。あとコブね、コブ。
さあ行きましょう。タック絡んでこいよ。盗塁2回来たかな。もうポイント的に厳しいな。まあ前半指導やってないってことは後半めちゃめちゃできるという話ではありますね。はい、100ワロタ、100ワロタ。いやでも物事を笑うべからずと、物事を笑うべからずと言いましてですね、これで、はい、実質肩は無限指導ですね。出た、肩の無限指導来た。これでやばい、肩の無限指導まであるわこれ。でまあこれであれですね、高速レーザー来てもまあつくも入れてないんで、肩キャラいっぱい入れてついに高速レーザーが来ないっていうところまで持ってこれたんだなと思うとでかいですけどね。その現状がでかいですね。なんかはい、ただ肩に経験点振ってる分北が指導しにくくなるから肩来まくれよ。今回査定がうんぬんとか考えてないっす。可能性を探るんす、とにかく。行きましょう。自分、可能性探っていいですか？やっていきましょう。それじゃもう抑えらんないな。行きましょう。頑張れよ！おい、やっぱー。アパだよこれは。うん、でもやっぱいい経験点ですね。普段のガチデッキとほぼほぼ変わらん経験点ですねこれは。ナギちゃんここで評価が上がれば強かったんですけどね。めちゃめちゃ、まあもうすでに強いですが、井戸端の後のあれができるんでよかったなと思うんですが、まあいいでしょう。はい、61いけるでしょう。ただここでコツをまた抑えに行くと次何もいけなくなるんで抑えない。かぶるな。よーし、ナイスナイス、阿部ヒー。ここで結局ね、タックを引いていきたいですよね。はい、打撃系上がって、そうそうそう、おーいいですね、これですね。はい、これ待ってたのはこれ。あ、総合 A なんだかんだいけるかな。無限指導なしでいければもうそれは肩デッキの良さが出ていますね。はい、肩デッキ様様だと思います。77どうよ。くぅー、アパー。66どうよ。絶対無理か。あー、キャストオフがあんま絡んでないのかな。さあどうしよう、妄想にしよう。いやでももう総合へ行けそうなんだよな。くそ、ここでタック来ないというか、肩に指導でもいいわけですからね。得意練習率アップっていうのもあるんで、いい状況には持っていけているんですが、あとは運、一番良い状況には間違いなく持っていけてるのに運が絡まない。うわお、ほんとダメだな、運なんだよなここは。61
よし、さすがに内野安打は抑えよう。精神ポイントが辛いのはもともと分かっていましたね。はい、もうパワーフィは来てるんだな今回は。まあ、ただ経験点がいいですよね。はい、そう、せっかく100にしたんでそこで指導しまくりたかったですね、どうせなら。まあ CC あれば打てるでしょう。ただ気分屋持ってるので少し怖さはありますね。はい、一応試合に負けるのも怖いので査定ラインと言われるところまでは上げておこう。 OK、 行きましょう。でもやっぱり途中の経験点が良かったんで、あとはもう指導はまれと。まあ本当に最初言ってた通り、最初の方にこのデッキであればミートパワーに青がいっぱい来てくれてですね、で後半から肩を上げ始めて、まあこんな感じで100にと。まあでもやっぱ100にするとすごい査定的にはもったいないことをしているので、あのガチでやるなら今後肩キャラであれですね、肩の上限アップ、まあまあ間違いなくそのうち出ると思うんですけど、肩キャラで肩の上限アップなんてもう多分年内に出てもおかしくないぐらいのね、逆にレベルだとは思うんですが、が出てくればさらにこのシラスとかではいいかもしれないですね。はい、肩の上限アップでもうさっさと肩上げまくってですね、肩指導踏みまくって、おい肩101の査定も美味しいし、指導も増えたし、タックもやったし、ベリーグッド、カモンヒュアビーゴーとなるわけですね。はい、行きましょう。うわ、さっきからなんか運悪くないかこれ、なんでここできないやつばっか来るかな。打てるでしょう。行きましょう。お待たせいたしました。まあというね、本当にそのまあさっきから言ってる選手兼彼女であったり、肩上限アップのキャラクターであったり、まあ肩上限アップはおそらく持ったキャラクターは相当強いテーブルとかでも出てきてくれるんじゃないかな。はい、というのがあればさらに期待できるこの肩固めデッキではございましたが、まあ今回ですでに経験点的にはまあまあいいものが出ているので、やはり強しだな、やはり強しだなと思います。五十嵐持っていれば種倉の代わりに五十嵐入れたいですね。よいしょ。五十嵐こいつけてよかったんじゃないかなと未だに思ってるんですけどね、イベントキャラだったし。持ってないけどそんなにだから後悔してないんですよね。逆に走った人がちょっとかわいそうというか、かわいそうではないですけど、走った人の努力がもうちょっと報われてもよかったんじゃないかなと思う。キャラクターの筆頭ですね。まあ、そういえばこの間マネージャーさんというか、まあ最近もう変わりかけてるんで、まあ実質元マネージャーさんが時折いろんなチャンネルに出る、僕の実写とかこのサクセスも一回選びましたし、一緒にアキさんがずっとダブル得意練習キャラはいつか輝くって言ってるからずーっと置いてるんですけど、いつ輝くんですかって言われて、僕も分かりませんって答えました。いやでも確かにそんな気はするっていう、言われてみれば輝きそうな気はするからずっと置いてるけど、いつ輝くんですかって、僕も分かりませんっていうね。まあラッキーボーイ、まあまあもう知らない、これ精神ポイントがなくてちょっと抑えらんないんで、全部もう知らないな、これは願うしかない。ここはいや本当ね、いつ輝いてくれるんでしょうね、あれは。ダブル得意練習キャラをね。
あれですよ、なんでこんな話になったかって、五十嵐と共に最近のイベントキャラで使われてないのをね考えると、パワサカの火山院がいたなと思って、火山院と五十嵐は頑張った人がちょっとかわいそうだなと思う使われてなさですね。はい、まあ逆にですね、僕は風なぎの時にめちゃめちゃ走って、まあやっぱりそのしらすで初のその無限指導とかっていうのもあったりして、めちゃめちゃ走ってですね、で鳴海の時に走んなかったんで、それがほんと後悔でならん、逆だったらよかったなっていう。まあそのね、風なぎが今となってはもうなんか50になっているんですが、そんな使わないですもんね風なぎ。野手の金徳でもね変わってくれれば、それこそローリング打法だったら使うかもしれないんですけどね。勝負師はちょっとさすがにきつすぎる。打撃固めすると精神ポイントより足らないというところに、勝負師っていうね、いじめのようなキャラクターですよあれは。なんか良くないな。うわー、くずくー、アパー、これ悔しいなおい。いやもう妄想したくねえけど、もうしゃあないな。いや仕方ないな、悔しい。これてか天才でやってた、まあまあいいサクセスだったんじゃないかこれ。やっぱ肩現状でまあまあ強いか、そう考えると。多分天才やってたらこの妄想4回ぐらいやったと思うんですけど、これ多分やってないと思うんですよ1回も。で総合 A 行けてって考えると、現状天才サクセスやれば結構もう強そうですね。はい、まあちょっと入部届がそんなに大量にあるわけではないのでそんなことできないですが、3回の裏2点を追いかけますしらす攻撃に入ります。先頭バッターは平川、初球打ち引っ張ったスタンドに入りました。やばい、ミートがちっちゃいから打ちにくい。投げた、入れ、やばい入らない、伸びた、伸びていった。しかも負けて、ちょ待って、0三はやばいでしょ。3点を追いかけます、さすがにやばいでしょ。この回の先頭バッターは平川、ゼロ三はやばいでしょう。投げました、嘘、これ入らないんだったらもう知らんわ。気分屋最低すぎる。そしたら、いやそしたら気分屋が最低すぎるわそれは。ノーアウトランナー一塁という場面で平川、特能がようやく何かしら発動し始めたな。これこれは入った、頼む頼む頼む、うわ。9回の裏1点、とりあえずホームラン絶対だ。シラス攻撃に入ります。トップバッターは平川、入ってくれよこれは。さあどうなる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 、うお、よし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 、危なかった。確実相手の攻撃でめっちゃランナーが出てたぞ今。シラス最悪でも犠牲フライが欲しいところ、外野フライでいいんですよ、外野フライでね。これが一番劇的な勝利ですね。松山商業奇跡のバックホームならず。よし、ということで、ということで肩来いよ。あーなんかあれからダメでしたね、肩にうまくこう来なかったなと言って感触があります。ただなんだかんだ精神ポイントも全然大丈夫で、ポイントバランスも整ってきたと。うんうんうん、でまあ総合 A はまあやっぱりいけたと、うん、ちょっとミートの低さが怖いのでミートあげます。行きましょう。お待たせ、球児たちっていう、まあ最近ずっとやってみたいなって言っていたやつですね。はい、まあただやっぱり今だと肩固めはバンプ強化が一番強いですね。バンプ強化盆栽で S 級作ったので、今回まあ友沢の失敗もありますが、ちょっと S 級は届かないでしょ今回では。バンプ強化では1万点出して S 級選手盆栽で作れたので、やっぱバンプ強化かな。やっぱ刺激はすごいですねというところですね。はい、ということでまた村雨はバンプ強化来たらそこでは使うと思います。でもどの高校でもやりやすいですからね肩固めは。
別に高校関係ないっていうのが正直方々の要素ですね。コンボデッキとその得意練習一つに固める系はまあ平変もそうですけど、この高校だから合うとかっていう感じではあまりないですね。はい、今日打ちにくいな。それにしてもすれば総合 S までいけるでしょこれ。あー、タックが来なかったな。本当にもったいない。一人だけでもかなりタックが強いんで、そこに肩の指導がね来てくれればですよね。本当肩の無限指導やで言うてね、はい、できるんですけどね。肩の無限パーティーやで行きましょう。まあ本当に今の101は、100はあれですけど、上限アップくればそういうやり方はありです。もう最近シラスをガチでやるときはその無限指導キャラをめちゃめちゃ入れてやるので、あんまりその辺も意識しないまでありますよね。大谷ルシファーがいればもうそれだけで、そこに鳴海まで入れられる場合は特に普通にやってら指導なんていくらでもできるぞみたいな感覚になっちゃいますよね。最近僕みそのもよく使うんですが、あの子も能力めちゃめちゃ低いのでめっちゃ指導できるし。あ、そういえばこの間のあのユニフォームサガラを使ったデッキなんですが、もう天才使おうと思います。フレンドさんが50にしてらっしゃったのでお借りさせていただいてですね、天才使おうと思います。ちょっと SR だと評価厳しいかなっていうのもあったので、あれなかなかちょっと期待してます。うわー、ちょっと最後の方タックとか落ちましたね。はい、あれしかも金徳が1個2個かな、完走してなくて S 級とかだったんで相当期待できるんじゃないかなということで、また撮影したいなと思っております。まだ撮っておりません。はい、これちょっと広角取れるかどうかがわかんない。でも広角が金徳で来る可能性が結構高いです。今待て、これ精神ポイント足りるか。これキラが足らなさそうな気がするんだけど大丈夫かこれ。まあいい、とりあえずやりましょう。いきましょう。お待たせいたしました。1球入、2回の裏、うん、でもその僕が可能性を感じている部分っていうのは映像に残せたんじゃないかなと思います。タックもね、何回かは3タックぐらいは来てくれましたし、4は来ませんでしたが、2、3回3タック来てくれて、そこに指導も重なってた場面はあったので、まあ本当に今後に期待ですね。ただ得意練習率アップがあんまりこのデッキパーセンテージ高くないので、タック来なくてもそこで文句は言えないと。村雨も持ってませんし、金倉も持ってないんですよね。キャストオフとあいつは持ってますかね、岩井幸吉は。友沢も持ってますね。はい、第2球投げた、打った、これは強烈、いった、入った入った。5番シラスリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁。セカンドなのにめっちゃ肩強い。もうなんかセカンドは肩弱くてもいいみたいな風習ありますけど、菊池を見てるとそんなことは絶対ない。というところで、まあ初のシラスでの型固めデッキの挑戦でございました。まあ村雨はそうですね、まあ金徳持った技術ボーナスの型キャラとして覚えておこうというところでございました。うん、まあ、ただ金徳がねアイコンタクトねというのはちょっとどうなんだというところですね。はい、アイコンタクトはやはりね、あ、違うか、そうか、宮城は通常か、かぶんのは。だったらいっか。まあまあ、というところですね。うん、経験点も指導の回数の割には9000点近くは出ていると。
ょっと待てよ、精神ポイント足りるかどうかだぞ。ここからダイダの神様か。本当にこれ危ない気がする。ほらなんかはやめよう。ほらあ、いけた、ギリいけた、ギリいけたけれども、違うな。一層取るとさすがにあれだな。速攻か。イン取ったからもう取れない。まあ早急20丸にしておくか。これ相当経験点の割に査定が低いっていう選手だと思う。ほら久々にこんな選手作ったなっていうところですね。はい、まあでもこれは本当にその肩の上限アップとか来てくれたらっていうのはあるので、まあ OK です。はい、まあというわけで、うん、やはり肩に固める美味しさっていうのが再確認できたんですが、シラスでガチるならもうちょっと揃ってほしいっていうところはありますね。はい、やっぱ現状その無限指導とかいろいろなキャラクターが出てきているので、まあもうちょっとシラスでやるならば整うのを待ちたいとは思いました。うん、まあただ本当に村雨はね、またバンプ強化でも使っていきたいなと。バンプ強化次来たら天才燃やそうかなと思ってるんで、肩で、うん、それはねちょっと期待しましょう。てかキャストオフないと復刻頼みます。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけでこれからもね、いろいろなデッキの可能性は探っていきたいなと思いますので、まあ先日ホムラ軍の動画をこのシラス水産で上げさせていただきまして、結構好評だったので、まあ本当にコンボデッキだったり、こういう得意練習固めるデッキだったり、いろいろチャレンジしていきます。今後もこういうデッキにチャレンジしてほしいっていうのがあれば、ぜひともコメント欄で教えてくれれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。